長年付き合ったパートナーとお別れしちゃいました。これから一歩動きたいんだけど、なかなか動けません。まず何からしたらいいと思いますか？うわー、これはね、このこれ系の相談は、マジで、いや、いつも言われる。友達とか、知り合いとか、同僚とかに、なんか相談とかされた時によく言われるのは、まあそれは流進だからできるよね、とか。まあお前だったらそれできるよな。で終わるから、マジで何の参考にもならないことを言うんだけど、僕からすると長年付き合ったパートナーとお別れしたことによるメリットデメリット考えると思ったよりメリットがあって嬉しくなっちゃって全然一歩出ちゃうんですよね。やっほい、今日から自由、やれることいっぱい、わっしょいわっしょいパーティーピーポー、異性と飲み行きまくり、わっしょいわっしょい、これからは男女で旅行行っても何も渋い顔をされることはないな、これからは通話しながら男女二人っきりでゲームをやっても何の文句を言われることもないなってなっちゃう。バーディーピーポー、全然ポジティブシンキング、新しいスタートの始まり。